私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。駐車場を無断で使われるのってすごく嫌だよね。注意しても大体ああいうのってしらばっくれたり反省していなかったりするし、自分が契約していないのになんで止めていいと思っちゃうんだろうね。私は家とは別に駐車場を契約してるんだけど、その駐車場をめぐってあるトラブルが。なるみさんのところの駐車場を使わせてもらうね。使わせてもらうねじゃないでしょう。勝手に使って事後報告って。別にいいじゃない、なるみさんが使うわけじゃないんだし。今日はお仕事休みだから使わないんでしょ。確かにそうだけど絶対にダメ。どうして？今日私があなたに注意したことを覚えてないの？うん、悪くなるみさんに見つかった時の話ね。なるみさんが使わないから私が使ってあげようと思ったのに、まさか見つかるなんて。その時に私ちゃんと注意したよね。駐車場のまた貸しはいけないことだからあなたも絶対に使わないでって。それなのに駐車場を使わせてもらうねなんてよく送ってくれたわね。今日は諦めたから別にいいじゃない。本当は今日も使いたかったのに、なるみさんのせいで使えなかった。そもそもそこは私が契約している駐車場なの。あなたが使っていいわけないでしょ。お金だけ払えばいい？絶対にダメ。そんなことに駐車場を使いたいのであれば自分で契約すればいいでしょ。そんな頻繁に使うわけじゃないんだもん。数日のために契約するなんてバカらしいでしょ。別に月額で契約しろなんて言ってないじゃない。駅の近くにはいくらだって駐車場があるんだし。あんな高いところに止めたらいくらかかるのよ。そんなこと言われたって金額決めているの私じゃないし。だからなるみさんの駐車場を貸してほしいってこうやってお願いしてるんじゃない。お願いするというか、今日無断で使おうとしてたでしょ。それで見つかって怒られて、ふてくされて逆ギレしてたし。あんなとこで怒られたら恥かくじゃない。もっと優しく言うことができないのかなと思って。あれでも私結構優しく言ってた方だけどね。あなたが全然納得せずに言い訳ばっかりするから、後半はちょっと強めに言ったけど。とにかく今日は諦めるけど、後日貸してね。どうしても使いたいから。絶対にやめて。管理している人にも連絡しておくから。無断で使ったら大変なことになるよ。私結構いろいろ調べたけど、無断駐車されても警察ってあんまり介入できないでしょ。だから警察に連絡しても無駄だからね。そういう変な知識だけは持ってるんだから。とにかく次は絶対に邪魔しないでね。邪魔しないでとかじゃなくて、勝手に使わないで。それじゃあね。数日後、私の駐車場を無断で使ったわね。私はちゃんと忠告したはずだけど。申し訳ないけど4日間借ります。私今日から海外旅行なんだ。旦那と一緒に行くから、旦那に連絡しても車通りに来れないからね。4日間あなたは違うところに停めて。ここは私が契約している駐車場なんだけど、なんでこんなことをするの？だってね、隣の車の人がいいって言ってくれたの。は？隣の車の人にお隣の駐車場を借りていいですかって聞いたら、いいよって。そんなこと言うはずないでしょ。そもそもお隣の車の人とどうやって知り合いになるのよ。それは忘れちゃった。とにかく私じゃなくて、なるみさんのお隣に車を止めている人が犯人だから。私はその人から OK をもらったから止めてるだけ。もしダメだって言われても、私じゃなくて隣の人も怒ってね。むちゃくちゃなことを言って適当に逃げようとしないで。あなたがあなたの独断で車を止めたんでしょ。旦那さんは知っているの？わざわざ旦那に説明するわけないじゃん。じゃあ旦那さんに連絡するから。やめて、それだけは。じゃあ今すぐ車を。なんて言うと思ったの？は？旦那って携帯に無頓着っていうか興味ないんだよね。だから私が旦那の携帯の設定とかいろいろ変えても何も言わないの。つまりあなたの LINE をブロックしたってことよ。旦那と個別で LINE することもないだろうし、旦那はブロック解除の仕方なんか知らないし、あなたがいくら連絡をしても旦那が見ることはありません。残念だったわね。そんな無駄な根回しするぐらいだったら自分で契約すればいいのに。無駄な努力ばっかりして。無駄な努力かどうかわかんないでしょ。たった数日の駐車料金のためにママ友に喧嘩売るの？おとなしく払ってた方が身のためだと思うけど。なるみさんにとってはたった数日の駐車料金かもしれないけど、私からしたらすごい金額なの。そのお金で私は自分のものを買いたいのよ。
他のママさんたちに言いふらすなんてことはしないでね。絶対にみんなに報告するから、それぐらいのことをあなたはしているのよ。まあ正直言われてもそこまで痛くも痒くもないけど。どうして？なるみさんが私に貸してくれるって言っていたのに日付を言い間違えていたとか言えばいい。それに怒ったなるみさんが話を持っているって言えばみんな信じてくれるはず。使う予定じゃなかった日に私が駐車場を使ってしまって、それになるみさんがブチギレてるっていう設定ね。私は日付を使い間違えたことを悲しそうに泣くの。そうすればみんなはそこまで怒ることないじゃないってなるみさんに怒る。本当にそういう計算だけは得意なんだね。確かにそれを聞いたら信じる人もいるかもね。ちょっとした言い間違いでそこまで怒ることないのにって私が悪者扱いされるかも。分かったら黙っててくれる？ママ友に言って不利になるのはお互い様なんだから。あなたの言い分を信じてくれる人がどれだけいるかわからないけどね。賢いなるみさんだったらみんなに喋らない方が得策だっていうことは分かってるはず。とにかくそういうことだから海外に行ってきます。車をどけるつもりはないの？ございません。ちょっとお高めのお菓子買ってきてあげるから、それで許してね。バイビー。そして彼女は嫌がらせのように海外での写真をたくさん送りつけてきた。全く興味もないから通知オフにして見ないようにしてたんだけど、何十枚何百枚と送ってきたよ。何も知らない彼女は海外旅行を楽しんでいるけど、帰ってきたら痛い目見ればいい。帰国後、すごく楽しい旅行だった。やっぱり海外旅行はたまに行くものね。日本もいいんだけど、海外には海外の良さがあるわ。楽しそうで何より。この後車を取りに行くから、そんなに怒らないでよ。たった4日間の駐車場の料金くらい、なるみさんにとってははした金でしょ。そんなことないから。とにかく今後は駐車場を勝手に使わないって約束するから、それで許してね。なるみさんは心の広い女性だと信じてるわよ。よくもまあ抜け抜けとそんなことが。あのさ、感じ悪いから言わせてもらうけど、駐車場を無断で使ったぐらいでギャーギャーうるさいのよ。貧乏人じゃあるまいし、黙って使わせろ。損害賠償請求するから。なんて？お金払ってもらうから、そのつもりでね。金額の細かい詳細は後で伝えるけど、4日間の駐車場料金よりははるかに高いものになると思う。ちょっと待って、今なんて言ったの？損害賠償請求？なんでそんなことになるのよ。ただ駐車場を勝手に使っただけで。それが問題なんでしょ。泣き寝入りなんか絶対にしないから。あまりにも大げさすぎるじゃない。たったこれだけのことで何を騒いでんのよ。あなたたちみたいな犯罪者ってそういう気持ちなんでしょうね。駐車場を無断で使われた方の気持ちなんか何も考えていないんだから。犯罪者ですって？ちょっとさすがに言葉が過ぎるんじゃないの。ネットでいろいろ調べてみたけど、同じような被害に遭っている人がたくさんいるみたいね。あなたたちみたいな後先考えない人間のせいで、なんでちゃんとお金を払っている私たちがこんな目に遭わないといけないのよ。お金をしっかりと払ってもらいますから。ちょっと落ち着いてよ、なるみさん。さすがにちょっと怒りすぎだと思うんだけど。これから私じゃなくて駐車場の管理者の人とやり取りしてね。は？どうして？もし裁判になった場合はその人が相手になるから。ちょっと待って、なるみさん、話し合いましょう。ちゃんと私たちで解決を。もうあなたと話すことはないから、さようなら。ちょっと待ってて、お互いの話し合いでどうにか。ねえ、聞けよ。ゆりとひまわりとめぐみのライン。どうしますか？ちゃんと払ってくれるんですか？私たちは出るところ出てもいいんですよ。なるみさんのママ友の二人？あれ？どうしてあんたたちがラインしてくるの？あそこの駐車場を管理しているのは私ですので。なんかいろんなことしてて忘れてたけど、ゆりってそういえば駐車場を作ってたもんね。ずるいずるい。何がずるいんですか？なるみさんと仲がいいあんたたちのことだから、どうせお金取ってないんでしょ。なるみさん、お金を払わずにあんないい駐車場を使ってたんだ。そのくせなんで私にお金の請求をするのよ。意味わかんない。なるみさんはちゃんとお金を払ってくれていますよ。月額料金をしっかりと。嘘つくなよ。あんたたち仲良しじゃん。ニコイチ、サンコイチっていうの？絶対お金もらってない。もらっていますから。それと3人セットにしないでください。私はなるみさんとセットがいいんです。そんなことばっかり言っちゃって。本当は私とセットになりたいんでしょ？正直になっちゃいなよ。黙らないとその口縫い付けるぞ。
これはね、文字で見ると怖く思うでしょ？けど、ユリなりのツンデレのデレデレ部分なんです。だから全然怖くないところが可愛い発言なんですよ。本当に喋れなくすることも可能なんですよ。ちょっとだけ黙ります。本当にお金をもらってるっていう証拠は？もちろん証拠はいくらでも提出できますけど、あなたに見せる必要はありませんよね。それより早く車を動かしてください。ちなみに後で金額のことはゆっくりと話し合いましょう。ゆりさんが持っている駐車場ならお金払わなくてもいいよね。はい。だって私たちママ友同士なんだから、そんな厳しいことしなくても。ゆりはなるみさんに迷惑をかけた人のことを絶対に許しません。少しも黙れないんですか、あなたは。はあ。ゆりはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。なのであなたのこともずっと見ているんですよ。そしてママ友だからと容赦しません。助け合いの精神は大切でしょ。そんなものはありませんよ。なるみさんに迷惑をかけた時点であなたはゴミ虫以下です。息をするのも不快で、さっさとあの世に行ってほしいのに、なぜあなたを助けないといけないのでしょうか。わざわざ損害賠償請求なんて手の込んだことする必要ないじゃない。ごめんなさい。はい、許します。たったこれだけの話でしょ。あなたはなるみさんの注意を散々無視して勝手に駐車場を使いました。そのツケが回ってきただけですよ。旦那さんの携帯からなるみさんの LINE をわざわざブロックして、他のママさんたちに言わない方がいいなんて脅したりもしてましたよね。ちょっと駐車場借りたくらいで何なのよ。ぐちぐちうるさいわね。どいつもこいつも心が狭いんだから。なるみさんの心はとても広く綺麗です。どこまでも優しく、海のように深く、空のように広い心。実際なるみさんがストップをかけてなかったら、次から次に人がいなくなっちゃいますもんね。どういう意味？なるみさんは実害が出るまでドキュンには手を出すなと言っているんです。その言いつけがなかったら、あなたはすぐに消されていたんですよ。はあ？誰のことをドキュン呼ばわりしてんのよ。説明してもわからないでしょうね。頭の回転が遅いドキュンは。とにかくお金は払わない。謝罪だけする。旦那には言わないで。旦那さんにも報告しますし、お金も払ってもらいます。さてと、これから忙しく楽しくなりそうですね。お願いだから言わないで。もちろんこれだけでは終わりませんよ。あなたが旦那様と離婚した後のプランは。離婚？はい、あなたの人生設計プランというものを作成しています。あなたはこれに沿って生きていくんですよ。勝手に離婚することを決定しないで。けどユリに目をつけられたらそうなる運命です。あなたは半年後に康二郎さんと結婚します。康二郎さんは38歳の男性で、顔写真を送っておきますね。おじさんじゃない。年齢なんて関係ないくらい顔がすごい老けている。それに見るからに深いっていうか、ポテチとか好きそうな顔してる。そんな偏見で物を言っちゃダメですよ。こいつと結婚なんてありえないから。この人と結婚してもらった後は子供を3人産んでもらいます。結婚と同時に1人目を身ごもり、その後は年子で2人3人。あなたは子供の面倒を見ながら義両親の世話をしてください。お金はしっかりと旦那さんが稼いでくれますので。だから勝手に決めないでって言ってるでしょ。なんでそんな奴の家族の面倒を見ないといけないのよ。嫁いびりがひどい家族ですが大丈夫です。あなたなら幸せになれますよ。あなたのようなずぶとい神経を持っている人であれば。な、古い考えを持っている人たちで、嫁は旦那の道具、子供を産むための道具だと思っているような人たちです。だいぶ古い考えで止まってるね。そんなのもう流行らないって感じだよね。そうなんですよ。でも誰かを生贄、奥さんにしないと、あの家族は結婚相手を探してしまいますので、今回はだいぶ優しいお仕置きだと思いますよ。言うことを聞かないと軽く手を挙げられますが、獅子が吹き飛ぶことはありませんから。それはだいぶ優しいお仕置きだ。古い考えとか言ってたけど、あんたたちもおかしい考えしてるんだけど。ユリに目をつけられて五体満足ならそれだけで万々歳ですよ。今回は正直雑魚ですからね。あまりひどくしないようにと注意されているんです。十分ひどいけど、私の自由はどこにあるの。嫌よ。死ぬまで一生あいつらの奴隷なんて絶対に嫌。しのぐの言ってないでさっさと行け。離婚しないし結婚しない、絶対にしない。
優しいお仕置きなのに感謝もしないなんてずうずうしい人だね。ほんとそう思います。どうやったらあんな思考回路になるんだか。ほんと嫌になっちゃうよね。そういえば美味しいケーキをもらったから一緒に食べよう。今日私この後は用事が。そっか、じゃあなるみさんと二人で食べます。今すぐ食べます。行きます。やった、待ってるね。待っててください、なるみさん。その後、めぐみさんは旦那さんに今回のことを暴露され、夫婦揃って頭を下げに来たよ。旦那さんは本当に申し訳なさそうにしていて、めぐみさんは顔面蒼白でそれどころじゃなかった。多分この後のことを考えていたんだろうね。彼女は旦那さんと離婚した後、すぐに違う人と結婚したって噂になった。結婚相手はなかなか個性的な人で、男尊女卑がすごくて自分が一番偉いと思っているタイプ。正直関わりたくないよね。その家族もくせ者らしくて、彼女は毎日泣きながら家から出してもらえないとか。ユリが言うには子供が生まれたらとても大切にはしてくれるみたい。でも変な思考を持たないように遠隔でコントロールするって言ってた。さすがというかなんというか。めぐみさんはずっとあの地獄から抜け出すことができない。抜け出すことができたとしても、それはあの人が何歳になった時なんだろうね。軽い気持ちでやったことがこんな風に返ってくるなんて。だから他人に迷惑をかけちゃいけないんだよ。私の名前は水木。小学2年生の娘千秋と生まれたばかりの息子ひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃまる。この3人を育てている兼業主婦だよ。これは私がまだひろやを妊娠する前のこと。仲のいいママ友たちと有馬温泉に行こうって話になったんだけど。ああ、今日も我が家のおかずはもやしだらけ。うちの子、もやしばかり食べてるんです。かわいそうだと思いません?奇遇だね。最近物価が上がってるから、うちの家族ももやしばかりだよ。レンチンして、塩昆布とごま油で和えたり、シャキシャキしてて美味しいんだよね。私はもやし好きだよ。そういうことじゃなくて、水木さんのところは別に生活に困ってないでしょ?うちは生活に困ってるから、もやしばかり食べてるんです。ああ、ひもじい、辛い、苦しい、悲しい。貧乏ってしんどい。ねえ、我が家がかわいそうだと思いませんか?思いますよね?そうですよね?まだ私は何も返信してないんだけど。でも、水木さんの気持ちはよくわかります。ありがとうございます。私ね、トイレットペーパーは必ずペーパー1枚分しか使わないんです。毎日そのくらい節約して頑張ってるんですよ。だから、有馬温泉、おごってくださいね。いや、え?どうせ私たちが話してるの、聞き耳立ててたんでしょう。絶対に嫌だからね。なんでですか?私は寒いのにブーツも買えないから、長靴で出勤してるんですよ。ああ、かわいそうな私。ホームセンターでも行けば、歩きやすいブーツっぽいのたくさんあるし。そういうことじゃないんです。私は貧乏で辛い。そう言ってるんですってば。てか、水木さんって性格悪いんですね。こんなに貧乏で辛いって言ってるのに助けようとしないなんて、自分たちだけで旅行に行くなんて性格悪い。あっそ、そんなことより、まどかさん私のバッグの修理代払ってよ。え?何でしたっけ?そんなの知らないです。この間公民館で私のバッグ踏んづけたでしょ?そのせいで一部ダメになっちゃってるんだけど。やだ、私覚えてないです。知らないです。聞こえない。LINE のチャットで聞こえてたら頭やばいだろう。ちょっと、ちゃんと LINE 読んでます？性格悪いって言ってるんですよ。私は貧乏なの。服もまともに買えないの。そんな人間がたまに旅行に行きたいって言ってるんだから、援助くらいすればいいでしょ？てか、本当に人間なの？怖い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 。こんな怖い人が近くに住んでるなんて、私怖いよ。いや、怖いのはそっちだよ。まどかさんは貧乏アピールが激しい人なんだよね。それで食べ物とか日用品をお裾分けしちゃうママもいるみたい。でも私には到底貧乏には見えないんだよな。だって旦那さんはいいところにお勤めだしね。どうやら私たちが有馬温泉に行くことを知って旅行へのただ乗りを計画しているみたいだけど、そんなことはさせないよ。旅行当日。さあ、水木さん、どこですか？どこにいるんですか？なんでまどかさんに言わないといけないの？
電車に乗るの見ましたよ。ママ友旅行で有馬温泉とかずるい。貧乏な私におごってくれますよね。もうお金ないんでよろしくです。頭悪いな。え？いや、マジで有馬温泉まで行ったの？てかお金あるじゃん。新幹線使えば行きの交通費だけで1万7000円くらいするでしょ。全然裕福じゃん。何言ってるんですか？このお金は後でみんなに恵んでもらうんです。だって私貧乏だし仕方ないですよね。お金のない私をここで置き去りにしたら警察に通報しますよ。保護してもらう権利があるんだから。なもんねえよ。もういいからどこにいるんです？私疲れちゃったし、荷物も重いからホテルに預けたいんですけど。いや、私今家にいるよ。今日は休みだからゴロゴロ寝転がってポテチ食べてるけど。何言ってるんですか？さっき駅で見かけたんですよ。で、品川駅で降りたでしょ？新幹線の方に行ったでしょ？私ちゃんと見てたんです。チケット買って新幹線に乗ったんです。それは分かったし、品川にも行ったけどもう帰ってきたよ。え？品川駅に到着して確かに新幹線の方に行ったけど、それトイレだから。だって旅行は今日ですよね。私この間みんなが話してるの聞いてたもん。それね、旅行は先週終わったから。はあ？有馬温泉すごく良かったよ。体がポカポカになってさ、もう何度も温泉に入っちゃった。温泉街もレトロな雰囲気ですごく可愛いし、歩いてるだけで満足するんだよ。お土産もたくさん買ったし、いやー、今回の旅行も大満足だね。嘘だって今日だってそう言ってたから。まどかさんが近くにいるの気づいてたんだよね。だからあえて嘘の日程を話してわざと聞かせたんだよ。いやー、とっさのことだったのにすぐ反応してくれたママ友、グッジョブ。まあ、まどかさんが勝手に勘違いしたわけだからね。私は品川駅で用事を終えてとっとと帰ってきたの。用事って何ですか？私よりも大事なことですか？この世の中の 99% はまどかさんよりも大切なことだよ。だってまどかさんはただのご近所さんだし。そんなのひどい。いや、あっさり騙されてくれてこっちもすっきりだよ。まどかさんが現地に来たとしても当然私たちはおごったりしないよ。でもうろちょろされたら迷惑なんだよね。ということでまどかさんの旦那さんに相談させてもらったんだ。で、いろいろ作戦会議をしたんだけど、私が品川駅に行った理由も実はまどかさんの旦那さんにあるんだよ。1時間後。水木さん、今すぐ迎えに来てください。私お金ないの。やだよ、行くわけないでしょ。今家に帰らないと大変なことになるんです。うちの両親が私の荷物を持ち帰ってるって。まどかさんのご両親？いや、実は夫から離婚だって言われてて、うちの両親まで離婚に賛成してるんです。まどかさん、そんな時にのんきに旅行に行こうとしたわけ？だって有馬温泉に行きたかったんだから仕方ないじゃないですか。一応離婚の話し合いが進んで、まずは別居って話になってるんですけど、私がいつまで経っても出て行かなかったから、今両親が荷物を引き取りに来てるって。なるほど、まどかさんがいないタイミングを狙われたんだね。なんちゃって、旦那さんからその計画は聞いてたんだけどね。いつまで経ってもまどかさんが出て行ってくれないから強行突破に出るって聞かされていたんだよ。だから確実に新幹線に乗せて遠くに行かせるために私はあえて品川駅まで行ったってわけ。やばいの、荷物とか見られたらやばいの。へそくりがバレちゃうから。ぎゃあ、なんで知ってるの？そりゃまどかさんの生活を見てればなんとなくわかるでしょう。旦那さんもいいとこにお勤めだし、まどかさんもパートしてるよね。生活も派手には見えないし、てかドケチだし、かといって借金してるようには見えないからな。ってなるとあとはへそくりでしょう。ごめんなさい、お願いだから夫には言わないで。あの、キャッシュカード持ってないから今は払えないけど3万円払うから口止め料で。へえ、ドケチなまどかさんが3万円も払ってくれるの？1000万のへそくりが財産分与で取られちゃうくらいなら3万くらい払いますよ。私の大事な可愛い可愛いへそくりちゃん、
娘が使ってた書道教室のバッグに入れてこっそり隠してあるのに、他にも洗剤の空き箱とか辞書をくり抜いたりいろいろやってるんだからね。え、マジ？マジですよマジ。ああもう最低最悪。こんなことならケチったりしないでとっとと先に別居してればよかった。別居して生活費をもらうよりも同居しながらもっとへそくりして夫が有責になるようなトラップでも仕掛けてやろうっていろいろ考えてたから失敗したんだ。ああ私ってばなんてがめついの。いやその通りだよ。1000万もへそくりをするってさすがにびっくりするね。ま、ということで私はまどかさんを罠にはめたというわけ。まどかさんの旦那さんに頼まれてしたことだったんだけど、1000万のへそくりまで飛び出してくるとは思わなかったな。ま、もちろん旦那さんに伝えるよね。こうしてまどかさんが有馬温泉で立ち往生をしている間に、ご両親がまどかさんの荷物を実家に運んでいったよ。そして、へそくりも見つかっちゃったんだってさ。ま、私がへそくりの場所を伝えたんだけど、家中いろいろなところから出てきたらしいよ。数日後。ギャーあんたでしょ。あんたがへそくりの場所を教えたんでしょ。1000万がパーになっちゃったじゃないのよ。あの後全部へそくりが見つかっちゃったんだからね。てか500万は残るんでしょ。ならいいじゃん。それに旦那さんがしっかり働いてくれたからこそのへそくりでしょ。あんなやつどうだっていいのよ。トイレットペーパー使いすぎるし、寒いからって暖房使おうとするし、着込めばいいのよ着込めば。まどかさんがドケチなのは分かったけど、まあ家族なんだから旦那さんの言い分も聞かなきゃダメでしょ。うるさい、私はお金が大好きなの。お金といえば、そうそう、まどかさん前に私のバッグ壊したよね。え、いつの話でしたっけ。知らないんですけど。てかそれ証拠あります？それあなたの意見ですよね。いや公民館だから防犯カメラあるよ。え、私のバッグめがけて思い切り踏んづけてる映像あったよ。ちゃんとお金払ってね。もういや、節約ブロガーマドタンのお金が。え、その後ちょっと気になって調べてみたら、マドカさんはインターネットで節約情報を紹介するブログをやっていて、旅行に行こうとしていたのも写真を撮影したかったんだってさ。節約のおかげでお金持ちになったというのがテーマで、商品を紹介して相当儲けていたっぽいね。ってことで離婚して元旦那さんになった方に相談して脱税も垂れ込みしておいたよ。どうも確定申告とかをしていなかったみたいだから、結構税金で持っていかれちゃうんじゃないかな。貧乏だとか嘘をついて人から物をもらったり、お金で悪さする人だから仕方ないね。それにしてもがっつり稼いだりへそくりできるんだからすごい才能だよ。他のことに活かせばよかったのにな。さて私のへそくりはどうなってるかな。おやつ代くらいしかないな。バッグの修理代きっちり請求しよっと。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。